はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は棋戦速報3月22日版やらせていただきます。まず早速、藤井竜王の直近の対局予定から見ていきます。日付未定の対局として新銀河戦、こちら非公式戦になりますが、田中寅彦九段戦が組まれました。ちなみに新銀河戦はこちらのような当たりとなっております。藤井竜王は1回戦、田中九段に勝てば2回戦、もし杉本八段が山根女流二段に勝てば、指定対決ということになります。新銀河戦は女流棋界で活躍した先生、そして、前回の銀河戦ベスト8に入った方々、そして歴代の銀河戦優勝者などでトーナメント表が構成されております。ということで、続きましてこちらですね、4月2日はアベマドラフト会議、こちらは対局ではありませんが、果たして藤井竜王が誰を指名するのか注目されます。一応藤井竜王は上の世代の方というお話をされておりました。そして4月17日人間将棋、こちらは佐々木大地六段戦となりました。山形県天童市で行われますイベント人間将棋非公式戦になりますが、こちらも楽しみですね。そして A 級順位戦、5月か6月ぐらいから開幕となります。また詳しい日程や、戦後などが決まりましたら速報していきます。そして叡王戦、棋聖戦、そして王位戦の防衛戦が立て続けに組まれるという形になります。こちらも日程がまた決まりましたら速報していきます。ということで、続きまして対局数、勝ち数ランキングなど見ていきます。まず対局数は藤井竜王が64局で1位を確定させました。2位が猛追してきた豊島九段58局。ちなみに藤井竜王はもう今期全て公式戦を終えておりますので、この64局で確定ですね。また勝ち数も藤井竜王52勝で勝ち、確定ということになっております。2位が伊藤匠五段43勝。まだ伊藤匠五段は少し対局がありますので、どこまで伸ばしてくるか注目ですね。そして連勝や勝率は藤井竜王が19連勝、こちらも1位が確定となっております。2位が渡辺五段14連勝継続中となっております。 C 級1組に昇級した勢いそのままに14連勝、本当にすごい勢いですね。ちなみにもし連勝を継続したまま3月末が終わりますと、連勝の記録は来年度の記録として扱われます。そして大橋六段は11連勝、藤井竜王と同期昇段の大橋六段11連勝と絶好調になっております。こちら継続中ですね。そして勝率ランキングですが、今のところ藤井竜王が暫定1位、52勝12敗、8割1分3厘で確定しております。伊藤匠五段が8割1分1厘、あと1つ勝てば逆転と、そういった本当にギリギリの戦いになっておりますが、伊藤匠五段は3月24日竜王戦6組今泉五段戦、そして日付未定の対局として王位リーグ西尾七段戦、王将戦予選久保田七段戦、そして棋王戦予選藤森五段戦、新人王戦渡辺五段戦との対局が決まっておりますので、果たして逆転になるかどうか注目ですね。藤井竜王はあれだけのタイトル戦をこなして8割1分3厘、すさまじい成績で、今のところ暫定的に5年連続の勝率1位となっておりますが、伊藤匠五段が逆転するかどうか注目でございます。ということで、続きまして A 級順位戦、来期の A 級順位戦、そして B 級順位戦見ていきます。まず A 級順位戦は1位斎藤八段か渡辺名人、名人戦7番勝負の敗者、そして2位が糸谷八段、3位が佐藤天彦九段、4位が豊島九段、5位広瀬八段、そして6位が永瀬王座、7位が佐藤康光九段、8位が菅井八段、そして9位が今期昇級してきた藤井竜王、10位が今期昇級してきた稲葉八段となります。稲葉八段は B 級1組順位戦で藤井竜王を下すなど素晴らしい成績で9勝3敗で見事に A 級カムバックとなりました。藤井竜王は初参加の B 級1組順位戦で10勝2敗堂々の成績を上げて昇級ですね。やはり、挑戦争いとしては藤井竜王が中心になってくると思いますが、やはり、藤井竜王を下した稲葉八段ですとか永瀬王座、そして豊島九段、また名人戦敗者、どっちが来ても本当に強い先生ですので、果たしてどんな争いになるか注目でございます。ちなみに藤井竜王はもし今回の A 級順位戦挑戦者になって、そして名人戦7番勝負で勝つことができれば史上最年少の名人ということになります。史上最年少名人に向けてチャンスはこの一度きりとなります。そして B 級1組順位戦は
A 級から陥落した羽生九段、山崎八段、そして B2 から昇級した澤田七段、中村七段、そして丸山九段などを加えまして、激戦の予感がいたします。今期9勝3敗で惜しくも頭跳ねを食らった千田七段、そして前半戦7連勝しながら最後5連敗と失速してしまった佐々木勇気七段など本当に強い先生たくさん揃っておりますので、果たして誰が昇級するかこちらも楽しみですね。やはり羽生九段のファンの私としてはカムバックしてほしいなと願っております。ちなみに羽生九段はまだ去就が明らかとなっておりませんので、そうですね、B 級1組順位戦に参加するかどうかというのはまだはっきりしておりませんが、まあ、個人的には参加してほしいなと願っております。ということで続きまして、 B 級2組順位戦、こちらは木村九段、夏尾八段、阿久津八段と B 級1組から陥落した先生が1位2位3位となりまして、前期惜しくも次点だった大石七段、村山七段、増田六段、そして鈴木九段などが続いております。C 級1組からの昇級者は大橋六段、及川七段、飯島八段が参加しまして、こちらも凄まじい昇級争いになりそうですね。その他注目棋士といたしましては、戸辺七段、そして高崎七段、高見七段、また永世名人谷川九段、そして藤井猛九段や深浦九段などが注目棋士かなというところになります。また B 級2組順位戦当たり表などが出ましたら詳しくやっていきます。そして C 級1組、 C 級2組、C 級1組はまず大橋六段、及川七段、そして飯島八段が昇級となりました。高橋九段は仙崎九段に敗れ、勝てば61歳で史上最年長の昇級記録となるところでしたが、惜しくも記録ならずとなりました。そして C 級2組は渡辺四段、伊藤匠四段、そして西田五段が昇段となっております。ちなみに渡辺四段と伊藤匠四段はこの昇級によって5段に昇段しております。続きまして叡王戦見ていきます。こちらは出口五段対佐藤天彦九段で準決勝、右に行きまして船井六段対服部四段で準決勝となりました。誰が藤井叡王に挑戦するか楽しみですね。まもなく挑戦者が決まるというところまで来ております。そして棋聖戦、こちらは永瀬王座対西田五段、そして佐々木大地六段対山崎八段、右の山に行きまして鈴木九段対久保九段、そして三浦九段対渡辺名人で、準々決勝が行われるということになりました。こちらも誰が藤井棋聖に挑戦するか注目ですね。渡辺名人との3期連続の棋聖戦なるかどうか個人的には注目しております。そして続きまして大井リーグ見ていきます。こちらは豊島九段、そして近藤七段が赤組、2連勝スタートとなりました。4回戦でこの2人が当たっておりますので、もしかしたら優勝決定戦になるかもしれませんね。果たしてここから1勝1敗の黒沢六段や伊藤匠五段がどこまで勝ち星を伸ばせるか、こちらも注目して見ていきたいなと思っております。西尾七段と佐々木六段は連敗スタートで少し苦しくなってしまったでしょうか。そして白組の方は羽生九段がまさかの連敗スタートとなってしまいました。ちょっと優勝には厳しい状況となってきました。そして澤田七段、池中五段、久保九段は白押しスタートと、そういう形になっております。続きまして竜王戦1組見ていきます。こちらは佐藤天彦九段対八代七段、そして丸山九段対永瀬王座で準決勝が行われることになりました。この準決勝で勝った人は決勝トーナメント進出が決定いたします。ということで続きまして2組ですが、こちらは森内九段が見事に2組ランキング戦決勝に進出、これで決勝トーナメント進出も確定となりました。2組2位以内が確定したので決勝トーナメント進出確定ということですね。そして都成七段対広瀬八段で、決勝トーナメント進出の枠を争うという形になっております。ということで続きまして棋王戦予選、こちら里見女流五冠が浦野八段、そして澤田七段相手に見事な逆転勝ちを決めて、この位置まで来ました。次は池永五段と非常に厳しい相手ですが、果たして決勝トーナメント進出なるかどうか注目ですね。ちなみに今里見女流は四冠に、交代しております。続きまして三段リーグ見ていきます。こちら岡部三段、そして徳田三段が15勝3敗とハイレベルな三段リーグを制して見事に昇段となりました。片山三段は14勝4敗、例年であれば昇段しても全くおかしくない成績ですが、惜しくも次点となりました。ちなみに女性三段で注目された中三段は
9勝9敗の成績で、今季を終えております。続きまして NHK 杯戦は豊島九段対松尾八段の決勝戦となりましたが、豊島九段が見事に初優勝となりました。続きまして女流棋戦概要を見ていきます。こちらはまず里見王位への挑戦権、西山二冠が獲得となりました。4月26日に五番勝負第1局が行われます。そしてマイナビオープン女王戦ですが、こちらは里見四冠が山根二段を下して挑戦権、4月5日に第1局となりまして、ダブルタイトル戦となりました。里見四冠対西山二冠のダブルタイトル戦になるということですね。果たして女流棋界の勢力図がどう変わるか注目して見ていきたいなと思っております。続きまして八大棋戦概要を見ていきます。まず棋王戦5番勝負ですが、渡辺棋王が永瀬王座に勝ち3勝1敗で防衛、これで見事に棋王10連覇となりました。ちなみにタイトル戦で10連覇を決めたのは羽生九段、そして大山十五世名人に次ぐ史上3人目の快挙となります。本当にすごいですね。そして王位戦では豊島九段、近藤七段が赤組で開幕2連勝となりました。また名人戦7番勝負は4月6日そして7日に7番勝負第1局が行われます。こちら斉藤八段との7番勝負非常に楽しみですね。ということで最後に今週の注目対局を見ながらお別れしたいと思います。3月23日水曜日王位リーグ久保九段対糸谷八段戦、24日木曜日は棋聖戦決勝トーナメント渡辺名人対三浦九段戦、そして3月25日叡王戦準決勝船井六段対服部四段、26日は叡王戦準決勝佐藤天彦九段対出口五段、そして3月28日棋聖戦決勝トーナメント久保九段対鈴木九段戦が行われます。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。